第二次世界大戦中、ナチスドイツで試作された超重戦車である。試作者の車体のみが完成し、完全な状態の車両は存在しないままに終わっている。戦車の各種構成品を共通化して生産性を高め、また重量ごとに戦車の標準化を行おうという良、e、い計画の 一貫として1943年6月30日に兵器局からアドラー製作所に開発指示が行われたことにより開発が始まった。開発はポルシェ社が行っていたマウス計画と連携して進められた。1944年7月にヒトラーが超重戦車の開発停止を命じたために開発の優先順位は下げられ。 試作車両は3人のアドラ製作所作業員によってパーダーボルン近郊にあるハウステンベックのヘンシェル車工場にて細々と組み立てが続けられた。1945年4月、進軍してきたアメリカ軍第751野戦砲兵大隊に工場が接収された時点ではエンジンやサスペンションは未装着だったものの車体はほぼ完成していた。報道は マウスのものが流用される予定だったため、未製作であった。戦後、アメリカ軍は E-100 に興味を持ち、可能な限り、組み立てを行うように指示を行い、その管理下に手作業を続行させた。しかし、組み立て後の E-100 は、走行には至らず、興味を失ったアメリカ軍は E-100 を、イギリス軍に引き渡した。しかし、イギリス軍も1945年6月に、 イギリスに持ち帰ったもののその後の記録が残されていないことからそのままスクラップにされたと考えられている。イギリス軍により1945年に接収、撮影されたシャーシ部分。運搬のため重量物運搬用トレーラーの上に置かれている試作車両は t ィー g e r 2と同じ HL230P30 エンジンを搭載予定であったが、生産型では HL234 エンジンまたは計画中であった、下級機付けエンジンとなる予定であった。マウスの砲塔の流用が予定されていたため、12.8cm 戦車砲、及び 7.5cm 戦車砲が装備されることになっていたが、最終案として 15cm 戦車砲及び 7.5cm 戦車砲、または 17cm 戦車砲の搭載も計画されていた。 ただし1 7トル戦車砲を搭載するには、砲塔のスペースが足りないので他の駆逐戦車同様の固定式砲塔に改めなければならなかった。車体全面走行圧はマウスと同じ2 0 0、mm、トルであるが、傾斜角60度で取り付けているためマウスを上回る防御力を備えている単純計算で4 0 0トル圧に相当する。実際には、 後段が滑りやすい後継者な点を考慮に入れると 400mm を大幅に超える厚み分の対弾性を持つと思われる。車体側面走行圧は 100mm で垂直に取り付けているが、左軽視に優れた局面を持つ 60mm の走行スカートを装着する構造になっている。車体底部には 100mm 圧の走行が貼られ、地雷対策が施されている。 E 計画の車両は後部にエンジンや変速機をまとめて配置するという構造だが E-50 以上の大型車両は従来の戦車同様に全部に変速機や軌道輪を持つ形式であった。これは後部に変速機と共に収まる小型、大出力エンジンの開発が遅れたためである。サスペンションは他の E 計画車両同様にサラバネ型と呼ばれるものを外装式にし、 整備性を高めている。車体側部には走行スカートが装備されたが、これと幅が1メートルもある戦闘用離体は、鉄道輸送時には取り外すことになっていた。ウォーサンダー12.8センチメートル戦車砲、搭載型がドイツ陸軍の重戦車として登場。イベントクリア車への限定配布。ワールドオブタンクス、ドイツ重戦車 e 百及び十七センチメートル砲。 搭載する駆逐戦車として、ジャグドップス E100 が開発可能。コンバットチョロ級アリーナのボスクラスの5番目に登場。1本分の HP を所持した車両が3両同時に登場し、1両が撃破されるごとに残存車両の動作が速くなっていく。モトライは、鉄道車両を路上輸送するために開発された6軸24輪のトレーラーで、軍用としては、 カール自走急砲の車体部分を搭載して輸送するためのものである。ありがとうございます。